はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は公式 Q&A が公開されましたね。今回はそちらをお送りしていこうと思います。クラクラチャンネルのケスケ実況のケスケです。ブン！ということで、本国公式の Q&A 行われまして、で、ツイッターの方でね、いつも、海外の情報をね、翻訳してくださってる、黒字さんですね。はい、黒字さん、いつもありがとうございます。はい、ツイッターやられてる方ね、黒字さん、ぜひ、フォローしてください。はい、マジでね、皆さん、黒字さん、フォロー、しどくです。フォローいたしましょう。で、今回の Q&A、めちゃくちゃボリューミーでした。はい、ボリューミーだったんで、まあ、全部見たい方は、黒字さんの、はい、ツイッターのアカウント貼っておきますんで、ぜひそちらが飛んでご覧ください。で、今回はね、そちらの Q&A 編 A の方ですね、いくつか俺がね、ピックアップして、で、質問が長かったりするんで、要約して、今回ね、そちらをお送りしていこうと思います。で、あとはね、解説もしていこうと思います。なので、クラクラ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、チャンネル総再生数1億回目指しておりますんで、はい、お暇な時にでも実況の初動画見に来てくれたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで、早速、公式 Q&A 行きましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、まず一つ目の質問ですね。アップグレード中にヒーロー使えなくなるのは本当に不便なので、この間イベントみたいにね、アップグレードでも使える、ヒーロー使えるイベントみたいな、はい、イベントとかまたあるんですか？あとはね、その他の解決策ありませんかっていう質問に関しては、答えがですね、残念ながら、ヒーロー使い放題イベントでは思ったよりプレイの増加に繋がらなかったみたいです。これちょっと意外でしたね。うん、なので、今後はね、システムを、ヒーローをね、増やす際は、システムを変更にして、変更することにして、で、多くのヒーローの選択肢を増やすことにしていくみたいです。はい、これちょっと意外でしたね。なので、ヒーローを工事中でもね、使えるようにするっていうのを、俺今後やってくるんじゃないかなって思ったんですけど、ちょっとまだ来ない可能性あるかも、うん、知れません。で、次、タウンホール17について何かね、話せることありますかっていう質問に関しては、こちらはね、もうすぐ、はい、そんな長く待たせることはないと思いますので、はい、まだね、見せられませんとのことです。なのでね、もうすぐ、やってくるんだなっていうのが、はい、わかりますね。続いてはですね、ノーマル装備のレベルは今18で、で、スーパーレア装備は27ですと。で、タウンホール17がリリースされたら、最大レベルは、上がりますかっていう、うん、新レベル出たりとかしますかっていう質問に関しては、答えは、タウンホール17のリリース時に、装備の最大レベルを上げることはありませんという答え書いてきました。これちょっとね、俺もね、不安だったんですよね。17が、こうね、実装されたら、スーパーレア装備最大レベル30とか、うん、ノーマル装備最大レベル21とかになって、鉱石もっと必要になってきたりとかすんのかなってちょっと不安だったんですが、17のリリース、はい、の時には装備の新レベルは出ないみたいです。はい、ご安心ください。ラッシー全然使われてませんが強化する計画ありますかっていう質問に関しては、うん、もっと何かが必要だと思ってますって、はい、帰ってきました。ラッシーはほんと使われてないですからね、なんか強化入ってほしいですね。残りのアーチャータワーと大砲の新レベルは出ますかという質問に関しては、新レベルを増やす予定は今のところないみたいです。ただその代わり、すべての大砲とアーチャータワーを長弾大砲やマルチアーチャータワーにしていく予定みたいです。なので、すべてね、こう統合するためには、あとね、大砲とアーチャータワー1個ずつ追加する必要があるって、言ってました。はい。なので、ゆくゆくは全部の大砲と、アーチャータワーがね、長弾大砲と、マルチアーチャータワーに、していく計画みたいです。で、次がね、もうね、めっちゃ熱いのが、コラボイベントの予定はありますか？という質問に関して、ありますと、答えが返ってきてました。いや、これちょっと楽しみですね。うん。数ヶ月前のハーランドコラボとかめちゃくちゃ楽しかったんで、もっとね、いろいろコラボしてほしいんですよ。スパセルゲーだと、ブロースタがもうめっちゃコラボしまくってんですよ。ゴジラとか、あとスポンジボブでしたっけ？うん。とかコラボしてるんで、クラグラもね、もっとやってほしいと思います。クラン対戦の、はい、拠点のウルトラレア背景作る予定あるんですか？っていうね、質問に関しては、来月、なんとね、出すみたいです。はい。これ壮大なものみたいなんでね、楽しみにしておきましょう。
さあさあさあ、12月に新しいね、タウンホールが登場しますが、下位の、はい、下のタウンホール隊の人にもね、なんか楽しめるようなアップで来ますかっていうね、質問ありました。16ではヒーローの装備がね、導入されたんで、全タウンホール隊の人が楽しめるね、アップデートだったじゃないですか。そんなアップデート来ますかっていう時には、はい、やってくると言ってました。どのようなものなのかは楽しみにしていてくださいと、はい、帰ってきてました。なのでね、最高タウンホール隊以外の人でも楽しめるアップデートになるんじゃないかなと思います。で、今回もね、来ましたね。グローバルチャットの復活考えていますか。これはもうね、一言で一周してました。いいえと、はい、帰ってきてました。毎回ね、グロチャの復活の質問ね、あるんですけどね、こちらはね、毎回言ってますが、グローバルチャットはね、管理コストがすごいかかるんですよ。全世界の、はい、全言語に対応したスタッフを雇ってね、で、違反、なんかよからぬ発言している人をバーン しなきゃいけないわけですよ。もう人員をね、めっちゃ雇わなきゃいけないんで、コストがかかるんでね、だから廃止したっていう経緯があります。さあ、気になるのが、クランの都や大工の拠点、全然アップデート来てませんと、今年中になんか、アップで来ますかっていう質問に関しては、残念ながら今年はね、クランの都と大工の拠点はもうアップデがないみたいです。はい、なので、来年をね、ちょっと楽しみにしておいた方がいいかなっていう感じですね。で、気になるのが、シーズンパスの報酬の変更ありますかと、魔法の食料や宝箱が追加されますかっていう質問は、可能性はありますと、返ってきてました。うん、宝箱とか魔法の食料めっちゃ好評、だったんで、まあ、バグとかがあったんで、そのバグの修正とかが、こうね、治り次第なんか実装ね、追加されたりするのかなっていうふうに思います。はい、ハードモードですね。ハードモードはもうこれだけなのか、アップデートこれだけなのかっていう、関するね、質問があったんですけど、こちらに関してはね、プレイヤーが、もう、プレイヤー自身で、こう、難易度をね、もっとコントロールできるようにしていこうかと考えているっていう答えが返ってきてました。はい、なので、こう、なんだろう。装備のレベルをね、設定できたりとか、なんかいろいろカスタマイズしてね、もうめっちゃ難しくできたりとか、ね、するっていう感じで、ね、ゆくゆくはしていくみたいな考えを、うん、答えてましたね。で、俺も気になりますね。ラバルーン人形を強化しますかっていう質問がね、来てまして、で、これに関しては、プレイヤーがね、まだ全然レベル上がりきってないんで、上がってからの使用率とかをいろいろ、はい、見ていくんで、もしね、全然使われてなかったりとか、弱かったりしたらね、もちろん強化しますよ、みたいな、はい、答えが返ってきておりました。で、これもね、結構ね、聞かれる質問なんですけど、アカウント同士で、こう、資源の共有とか、プレイヤー間で資源の交換とか、はい、で、できないんですかっていうね、するようにしないんですかっていう質問に関しては、これはね、毎回か、言われてますね。なんか、いろいろ悪用される可能性がありますんで、もうこれはね、考えていないと、はい、言ってました。2025年、どんなアップデートがやってくるんですか？ヒントくださいという質問に関しては、なんと、マルチのシステムに多くの手直しがあるみたいです。で、あとはクールなね、新イベントも予定していますと、はい、書いてきてたんで、楽しみにしておきましょう。これも気になりますね。ノーマル装備を追加する予定ありますか？っていうね。もうスーパーレア装備ばっかりじゃないですか。で、スター鉱石足らない現状なんですよね。これに関しては、ま、追加にするかどうかはわかりませんと。ただ、鉱石の共有については、ずっとね、検討しているよっていうね、いろいろね、公式的にも考えてくださってるみたいです。さあ、ラスト、タウンホールがね、どん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 ね、実装されてて、どんどん高くなった時、ヒーロー装備、3つ使用できるようになったりとかしますかっていう質問が来てたんですけど、いえ、一人のヒーローにつき、装備はね、2つ、までとしますと、はい、言ったね、答えでした。ケースケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。そんな感じで今回はですね、公式 Q&A ですね、もう大量の質問と答え返ってきてましたんで、はい、いくつかピックアップしてね、要約してお送りしていきました。もう全部ね、質問見たい方はね、ぜひ黒字さんツイート、はい、見てください。他にもね、面白い答えいっぱい返ってきてましたんで、ほんと黒字さんのね、翻訳をね、皆さんに見てほしいなっていうふうに思います。はい。ということで、こういう風にカラカラ動画、ほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。